オットアイさんねメスネコさんも配信してらっしゃるんで同時に視聴してる人はもう完全にコメントなしでお願いしますねあのネタバレ起きちゃうからねまもなくネタバレ起きちゃうから完全にコメントなしでお願いしますしで僕はコメント閉じますがあの見てる人も、ね、ネタバレされたくないと思うのであの完全に止めてくださいね両方見てる人はもう一切コメントしないでください悪意なしって、ね、ネタバレしちゃうこともあると思うのでよろしくお願いします どうしてもネタバレ防ぎたい人はもうコメントを完全に閉じながらコメントしながら見るって感じで他の人もコメントを見ずに自分だけコメントするみたいな感じでお願いしますその辺のご配慮をよろしくお願いしますそれからゴースティングを疑うコメントはねあのなえるのでやめてくださいもうゴースティングって言葉は出さないようにお願いしますよろしくお願いします いやー、汗かいたなー。めっちゃいい試合だったなー。動画化しよう、絶対。いや、いい試合撮れたなー。今日もう速攻で動画化しますね、夜ね。配信終わったら。いや、人狼殺の持ち目めっちゃ上がったー。こん試合もあるんですね。 たは誰も死にませんでしたこの文字見るだけでドキッとしちゃうね。3番のプレイヤーは発言してください。さいおはようございます。えっ、ー、とそうだね。えっ、ー、と1週目の1番目ってことでね。うん、まあみんなの話がまだ聞けてない状況だから、うんまあ、進行論になるんだけど、うん、俺はね、霊、え、能、ー、はえっ、ー、となんだローラーら冠水したい方のタイプ。 うんうん、完遂したい方のタイプかな。うんまあ、ほぼほぼ、えっ、ー、と、占いの方にね、えっ、ー、と、狼が出てくるとは思うんだけど、うん、それでもね、やっぱり、えっ、ー、と、占いで、えー、最終的に、うん、えっと、決め打ちになるじゃんね。だから、占い師は、えっ、ー、と、なんつうんだろう、えっ、ー、と、真を勝ち取ってほしい。うん、えっ、ー、と、そこで、えー、なんだ、勝ちを狙っていきたいなと思ってる。うん まあグレーの話はね、まだ聞けてないから、うん、そんなところかな。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい、4番村人 J です。お願いします。そうですね、3番さん。まあ、うんまあ、いろいろ考えてた感じだったんですけど、まあ、白黒っていうのは分かんないですね。はい、ただまあ、言ってることは変な発言はなかったですね。はい。うん。まあ、そうですね、超人気曲って、占い師、振動、 の場面が多いと思うんで、占いないし、真の方はしっかり真勝ち取って、真勝ち取れば多分勝てると思うんで、はい、頑張ってくださいってところですかね。で、サンバさんとまあ意見がちょっと違う、あ違くもないけど、例ので明らかにこいつ偽やろってなったら、そいつつって、兄になった時ね、真、自分が本当にこの人真だと思うって、心から思ったら残してもいいのかなっていう気持ちはある。 俺はねそこはちょっと手うけど別にサンマさん,まさんそれで白いとか黒いとかはないですはい5番のプレイヤーは発言してください,ださいはいおはようございますえっと進行論についてはですね僕も4番さんと同じ意見で結構決め打ちも好きなんですよあのー、まあ、あのー、結構自信があった場合はね 自信なかったらあのローラーでいいと思うんですけど、やっぱり3番さん、4番さん、二人とも言ってましたけど、<っ>占いに心労、霊媒に心境になる場面が多いんで、心境の出しをまあの、えー、霊能を、まあ、脳死ローラーっていうのがあんまり好きじゃないんですね。えー、なので、結構決め打ちの進行も好きだったりします。ただし、これはもう価値観の話なんで、まあ、これについて意見が違うからといって、白とか黒とかはないです。 よって3番さん4番さんは進行論の話しかしてないので、今のところ色はつけれないです。まあ、役職が出てきて、盤面が固まってきたらちゃんと考察します。ただ、決め打ちが好きなので、芯、えー、は頑張ってほしいです。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、占い聞きました。ランダムで1番さん白、ランダム1番さん白 <laughs> <前>出てます。把握お願いします。 二だろうそうですね、3番さん、進行論で、まあ、例の勝ち取ってほしい、<laughs> あと、まあ、進行で、占い、狼が出てくるみたいな、まあ、特に、えっ、ー、と、引っかかるところなくて、4番さんは、えー、3番さんは、まあ、特に引っかからなくて、決め打ちうん、決め打ち、そうですね、私も対抗もし出てくるなら、まあ、狼多いと思うので、うん、そうですね、新芽かするるに頑張ります。 で、5番さんは4番さんと同じ決め打ちますかうーん。うん、これ全然色がわからん。特に怪しい要素は拾えてないって感じですね。3、4、5。うん。うん、2周目、頑張ります。1番さん、白。ークお願いします。以上です。7番のプレイヤーは、アーテバットとかも、ね。はい。おはようございます。村人陣営です。えーと、3番さんは、レーロラ冠水派。 4番さんは3の色はないといって決め打ち派。5番さんも決め打ち派。6番さんは1番さに白で占い師。俺は6番さんが今のところ占い師で出ていますが、もしもう一人占い師を出るのであれば、占い師の決め打ちから行きたいかなって圧をかけます。俺目線、4番さんと5番さんが今日は決め打ちたいのであれば、6番さんの太鼓がもし出てきた場合、6番さんともう一人の占い師を精査してしっかり、えー、怪しい方を釣る。 っていうののが俺の進行論ですただ、えー、とそれ4番さん、5番さんがどちらとも今日は決められない、6番さんか、もし他の占い師がいけないという発言があって、村目線、投票がばらけるようであればグレーを押すかな。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。さいはい村人陣営です。特に仕様ありません。3番さんから始まって。うん うん、6番さんが占い師、1番さんに白を把握いたしました。3番さんから始まったんだけどね、正直言って3 4,、4、う、号、ん、色つけられない。な、うんでかっていうと、3、4五でもレイ、レーロラ完水するか、決め打ち例炉がいくかっていうのがね、正直どっちでもいいって感じ。うん、正直、それぞれの進行論だから別にどっちも白黒つけられないかなって感じ。うん、3、4五に関しては、えっ、ー、と、 色づけないんで、2周目期待って感じかな。うん。俺はね、7はいい、印象良かったかなって感じ。うん。村寄りなのかなって思った、うん。7番さん目線ね、面白いと思った。普通、霊能から行くって思ったけど、占い師から行くっていうね。しかも、決め打ち。ローだったらそんなことしないかなと思って。俺はね、ローのが占い師。あ、ごめん。これ追加なしだった。あ、そしたら申し訳ございません。うん。もし7番さんがローで、うん。 俺も、俺はね、みんなが思うように、占いで,ロー,でローが出る可能性高いと思ってるから、7番さんがローだったら、そんな、あ、大丈夫ですかすいません。そんなことするかなって俺思うから、7番さん村寄りなのかなって俺は感じました。うん。占いから手つける。うん。だったらそんなことするかなって、痛くないもし。うーんって感じかな。まだ、7は、 色づけはできないかもしれないけど345に比べたら村寄になのかなって感じています345に関しては2周目期待ですまあ9123あ912かなうん左の数算は発言してないんでどうなるか分かんないですがまあ2周目発言伸ばしていけたらなって思っています以上です9番のプレイヤーは発言してくださいください はい、霊能使用、霊能使用です。この後の発言が1番さんと2番さんしか残っていないので、個人的には111進行になれればありがたいなと思っています。で、6番さんが1番さんに白を把握しました。6番さんがもし狼で置くのであれば、相方一としては1番さんが濃厚なのかなと今のところは思っています。 6番さんがオオカミで、例えば1番さん新占い師だった場合に関して、1番さんに当たってしまうと、6番さんの新芽が限りなく落ちてしまうからという理由ですね。でグレーについて触れていくと、まあ、3番さん、4番さん、5番さんに関しては新功論を述べていましたねというところ、基本的には3番さんに関しては、レ能ノローラーから行きたい、4番さん、5番さんに関しては、レ能ノ式目打ちでもいいんじゃないかという発言、7番さんに関しては、占い師から行きたいという発言ですね。 僕、今回に関しては、霊能者という職業でしたが、うん、まあ村人の場合に、ね、須村の場合に関しては、基本的には僕は3番さんの信仰を取りますということだけは言っておきます。7番さんの占い、仕決め、打ちという信仰論は楽しむという上ではいいのかもしれないですが、基本的な信仰、22人形盤面であれば、 えー、占い師を残して、霊能ローラーから行って、お互いの占い師の黒位置を提示させるというやり方が僕は正しいと思っていますが、8番さんが言っていたように、7番さんが狼であれば、占い師から行くという発言はできないというところから、7番さんに関してはあっても強靭なのかなと思っています。占い師から行くということで、えー、強靭ではないと思わせておくが、占い師から吊る進行というのはなかなか 裏目線取りにくいかと思っているので7番さんに関しては強靭かなと思ってますねあっても8番さんに関しては7番さんは狼っぽくないといっ,った視点だけはわかるっていう感じですかね345番さんに関しては特に進行論なので色をつけれません1番さんどうぞは発言してください仕様、うんはい、ないですということで21とかになるのかな21か12になるのかなっていうところですねうん で、えっと、345に関してはみんなめてる通り色付けなしですね全く色落ちなしですがえっと能の,の話をするんだったら精査をしっかりしてほしいっていうところまで付け加えてほしかったかなぐらいは言っておきます6に関してはもうまだ触れなくていいかなって感じかな、まあ、特に345の話しかしてなかったしで7に関してなんだけどえっとそうだな結局私のターンになるまでの話でまた変わってくるんですけどえっと 8番さんの、えっとじゃあ7番さんの発言の瞬間の時までは、占い決め打つっていうのは、まあ、奇抜な意見ですよね。奇抜な意見だから、村って取ってもらえるっていうふうな、に考える狼っていうふうにも言えるから、結構危険だと思うんだよね。8番さんの7は村寄りっていう発言。9番さんも7は村寄りって思ってるのかな。まあ、あって強人っていうことまで言ってたけど。 奇抜な意見、しかも多分通らないって多分分かってて言ってる感じがするんだよね。だからそういう危険だと思ったが、この場面で22になることはもうないよね。ないから、ないからこそ今度は逆転して、えっと、占いを決め打ちたいっていうのは、2 2にならない、なるっていうふうに、もう前提な話だよね。ってことは、逆に白くなるのかな。これ逆理論でもなんでもない。7番さんは22になるだろうっていう、 話で進めてさらに強気の発言で占いを決め打ちたいと。決め打てなければグレーを押すと、霊能を釣らないって話だよね。それが出たっていうのは、もう2人になることは、ほぼほぼ分かってたはず。7の後に狼がいて、で、それで2人になるって言うんだったら分かるけど、そうでもない。で、しかも7の前に狼で出てるってこともないってことは、まあ、割と7番さんは白くなるのかなっていうふうには思ってます。八に関してはちょっと、あ、いい 発言してください、まあ。占い師です。9番さんが白でした。把握お願いいたします。1番さんね、後半何言ってるか全然わかりませんでした。自分がね、おバカちゃんなのかわかんないですけれども、 まあちゃんと、ね、整理したいなというふうに思いますが、まあ、今、1番さんの考察は全く意味が分かりませんでした。3番さんと4番さんと5番さん、それぞれ考察の違いなので、別に色は落としません。印象いい、悪いでもありません。だが、自分は、例のは絶対、完遂したいと思いますので、今、現状、9番さんしか出ていないですが、この1周目、口頭のみだということだったので、もしいるのであれば、まあ、2周目、3番、3の位置で行っていただけたらなというふうに思います。 で、7番さんが占いから行くってことに対して、8番さんが、まあ、7番さんがね、九番さんおっしゃったように、オオカミならそういう行動を取らない。そこになぜか白置きをした8番さん、3と4と5を比べたら7の方が白かった。それは7番さんがオオカミであれば、そういう行動は取らないからこそ、そこで幽霊とつけて7番さんに白をつけたところですね。ただ、7番さんの考察自体、それは7番さんの持論なので、そこにムラリだとか、その白要素は全くなかった。ただ、7番がオオカミだからかそ、その行動は 取らないっていうことはそれを村,人村,村,に村,めん村に見えてるってことだよね。そこで、そこの安易なその素の白起きはちょっとどうかなというふうには思いました。はいうん、だから村にないよね、だって。占い師から行く、占い師決め打ち、占いじゃあ占い師決め打ちってね、それぞれ決め打ちっていうのであれば、ちゃんと分かるような考察で、あこの人、黒かった、この人、黒かったって言わないと、うん、もう、もう負けく見えますよね、こんな。うん ちょっとよく、俺にはちょっと理解ができなかったかな。うん、占いならそういう、えー、狼ならそういう行動は取らない。まあ、それはそうだけどさ、うん。そこで村っておくのはちょっと危険じゃねえかって思っちゃったんだけど、その交差するのであれば、じゃあ次俺もそういう交差しようってなっちゃうよね。うんうん、そんな簡単な考えではないと思います。今は用し,しなかったのから、ちょっとソ、ねまあね、ファの電池切れちゃって,い,い,っていけなかったけど。3番 俺ね、発想はね、7番さんと同じなんだよ。うん、7番さん、いい発想してんなと思った。えっとね、俺が1周目の1番目の発言で、レーロラを絶対完遂するって言ったんだよ。うん、そうすることによって、オオカミは出にくくなるでしょ。うん、ね。オオカミは出にくくなる。うん、だから、えっと、そうなってくると,、えっと、占いに出てくるんだろうなって、うん、予想しやすいでしょ。 で、えっ、ー、と、占いに出てきた真と牢を最終的に、えっ、ー、と、真偽つければいいわけじゃん。うん。これって村にとってはさ、一番やりやすい戦い方だと思うんだよね。うん。実際にさ、9番さん、うん。確定したでしょ例の。うん。だから、えっ、ー、と、そうだね。4号どっちかに狼いるんじゃねえかなって思ってる。正直。7は、えっ、ー、と、逆の発想を使ってくれたわけよ。うん。わかる俺の逆の発想。うん。占いで出てきたら、えっ、ー、と、釣るみたいな。 だから出にくくなるんだよ。うん、だから実際に9番さんが、えっ、ー、と、1人、例の確定したっていう。だから俺ファインプレイだと思ってる。で、1番さんの位置で、えっ、ー、と、なんつうの狂人とか狼だったら多分出ると思うんだよ。うん、何かしら、うん。でも狼だったら例のでは出ないと思うから、うん。で、だから俺は1番さんも白だと思ってる。うん。で、2と6に関してはまだ真偽はつけれねえけど、いいいうん。まだね、えっ、ー、と2、2と6の話は聞けるわけじゃんね。 だから、この2と6の話をどんどん聞いてって、どっちが真なんのかなっていうのをね、俺たちは考察していけばいいと思ってる。うん、で、俺はまだね、4、5、7、8、うん、1の2回目の話聞けてないけど、今のところね、うん、4、5どっちか、うん、狼いるんじゃねえかなって思ってる。うん、2周目の話を聞いて考えるけど、1と7に関しては1周目の話では、うん、村で置いてる、うん。そんな感じかな。以上。4番のプレイヤーは、 発言してくださいうんなるほどね。うん。普通僕オカミじゃないんで。2番さんは8番さんも白いってことでいいのかな 4, 個 ?4 と5近づいってたけど。そこだけ引っか,かったかなうん。さまさ、あ、に出ることは分かりました。霊能を絶対ローラーするって言ったらオカミが霊能に出にくくなるから圧かけたってことでしょなので、ね、そういうことね分かりました。はい。えっとね、白いと思ったのは1番さんかな ?2 番さんは1番さんの発言最後の方分かんなかったけど、俺分かったよ。俺は分かった。あの、 7番さんってあの占い師を決め打ちたいっていう発言が、だからなんていう、1番さんのうちに占い師王がなかったから、6番さんしかいなかったから、なんていう、7番さんがもし狼だったら、あの太鼓出るの分かってて言っているから、8番さんが7番さんに対して白いっていうのはまだ早いけど、あの番面で占い師匠が6番さん1人だったから、なんていう、占い師匠がなかったから、だからその把握してなかった。 占いが出るかどうかも分かってなかったから7番さん的に白いってことだと思ったんだけどな。その考察がなんか分かったんだよね。だから一番さ白く見えた。はい。そんな感じですね。で、だから番さんが白いと思ってて、一番その考察にちょっと乗ってみようかなと思って、7番さんも村なんじゃないかなって、今んとこ思ってますね。あ、今んとこですよ。今んとこですよ。2周目で変わるか分かんないですけど。はい。 1、うん、一番さんの考察聞いても7番さんが白いっていうのは分かったんだけど8番さんは7番さんの,その発言で狼やだったら言わないんじゃないかっていう考察はちょっとハイかなと思ったからそこだけクエスチョンマークだったけどまあ、うん、そこはクエスチョンマークでしたところ5番さん色違いなしですね、はい、3番さんは4と5って言って8を抜かすところだけ気になりましたあと占い師に関しては6番さんは全く分かんない2週目次第で、ね、2番さんはちょっと7番さんのあの発言に対してちょっと過剰に反応しているなっていう印象がありました 感じですね5番のプレイヤーは発言してください。っ7番さんの占いから行きたいについては、僕さっき言って,、ま、言ってなかったけど、僕も賛成です。乗、はいまあ、あっかりって言われればそれまでですが、それは僕も賛成です。はい、で、えっと、3番さんが、えっとまあ、4、5が、えっと、意見が違うから、えっと、4、5にいそうって言ったのがよくわからない。 えっとまあ、4も5も僕ら、まあ、大体同じようなこと言ってましたけど、ちょっと追加しますね。えっと、4と5、大体同じこと言ってましたけど、まああのー、決め打ち進行好きっていうのはあの別に例のだけの話じゃなくて、占いも全然ありだと思う、まあ。あの時点では4と5にそんなに要素はなかったと思う。で7番さんのあの提案によって、オオカ狼が出づらくなって、21になったと、二一進行になったと思う。ただ2が えっと、26が心境か新老かはまだ分からない。で、今日はグレー行きたい。で、えっ、ー、と、僕は狩りを出してほしい。狩り、うん、が出てほしいですね。グレー行きたいんで。うん。で、グレーの生産もまだそんなにできてないです。えっ、ー、と、 まあ8番さんはあの位置で7番さんの白さをよく拾ったなという感じ。えっと、僕、7、8はそんなに、えー、と黒く見えなかったです。えっと、7番さんは結構ムラめだったと思います。まあ、3番さんも結構ムラめだと思うんですけど、そうですね。まあ、消去法でツリーチャーでるなら4かな。まあ、またちょっと発言聞いて考えます。6番のプレイヤーは発言してください。 いや、占いから言ってくるたらもう2番さん言ってほしいですね。2番さんってもう7番の占い釣りにすごい反応して、それはない、それはない。しかも、霊能は1人しか出てないのに、えっと、霊能反対しますっていう、もう1人出てこいって言ってるようにしか見えなくないですかなんでそれを突っ込まないんだろう ?3、4、5番さんって思ってしまってて。2番、狼で見てますから、2番の言い方3、4、5いいんじゃないかなって。 2番さんのその7番さんの占い釣りから行くっていうのの拒否反応の凄さと、えっ、ー、となんだっけその霊能が1人しか出てないのに、えっ、ー、とそこ行かないっていうのが、うんと、わかんない。で、しかも5番さんって今占いから行く賛成ですって最初入って、5番さんが占い行くっていう発言だったのに、後半になってくるとカリウドを出してグレー行くっていう話に変わってんのが、すごい矛盾してると思ったかな。 3番さんは26の生産を結局ついてないっていうのは引っかかる。4番さんは2が気になるとは言ってるよね。うん。4番に殴りを入れてる。5番さんは矛盾がすごいっていう感じですね。グレーだったら5番さん。今んところ5番さん。えー、占い言ってほしいけどな。7番さんこれ、どうなんだろう。まあこれ2狼で見てるから、強人潜伏ってなると7番さんの目立つ発言が強人に見えますね。 8番さんはね、7白置きしたわけでしょうーん、まあこれ正直に2周見聞かないと分かんない。8番さんは3、4、5を一色田にしたっていうのかなまあ気持ちは分からなくはないけどってとこかな。グレーだったら5番さん圧倒的に怪しい。私は占い2行ってほしい。それで色見てもらった方がいいんじゃないんでしょうか。はい、以上です。7番のプレイヤーは、 発言,発言してくだはい、今日、占い師なんか絶対行きません。うん、俺は圧をかけました。で、2釣りも絶対ない。なんで2番さんは急に白出てんだよね。2番さん目線って役職にぶち当たってる。2、6、どちらが真か分かりませんが、現状2を釣って2が真だったときって全く情報が落ちなくなるので2釣りは絶対ない。今日はグレー詰め。で、5番さんが狩りを出してグレーってすごい5番さん白く見えたけどな。 占い目線っていうのは、6番さんは1に白でしょ ?2 番さんは9に白ですよ。じゃあお互いって、今日はカリードを出して、占い値を狭めたいんじゃないの ?6 番さんと思った。6番さん5を、えー、黒くを置くのは結構、占い師の視点じゃないのかなって思っちゃったから、単純に。今日は絶対カリードを出してグレーを詰める番目。グレーを行くんであれば4番さんか9番さんじゃん9じゃない9番さんかな理由はちょっと時間ないから言えないや。4か8で俺は行きたい。 8番のプレイヤーは発言してください。っ申し訳ない。なんか俺が7番さんを白置きしたって申し上げてるけど、3、4、5に比べたら7番さんが村要素を拾えただけ、村寄りに見えたのかなって言っただけで、白置きとはしていません。だけど7番さんは普通に白くない俺は思ったんだけどね、2週目の発言聞いて、うん。でね、一番俺よく分かんないのは4番さんかな。結局、どういうこと ?1 番さんの便乗、1番さんが俺を叩いたから。 4番さんが1番さんの話に乗っ取ろうって言って、乗ったろうって言って、4番さんはどういうこと ?1 の賛成ってことまあ、よう分からんけど、1が何を言ったか、ちょっと正直申し訳ない、1番さん。ちょっと聞き取れなかった、申し訳ないです。うん、5番さん、カーリード出すの普通じゃね ?22 進行とか、3四行の盤面ではカーリード出るのはあんま良くないと思ったけど、俺は22進行じゃなくて1、12だから俺はカーリード出るべきだと思ってるんだけどね。うん。 そこを5番さん黒く置いた6番さんえーっと思ったんだけどね、俺的にはね。だけど俺は5番さん行かないよ絶対。俺は4番さんか。3番さんはなんかね、2、6、なんか、例の詞を一人にしたから俺はファインプレイをしたみたいなこと言ってたけど、まあ、出てほしかったけど、3、4どっちか,か,ららかな。そうなんだけど、3、4分からん,うんこれっっ。よく分からん。4番さんかなって思ってる俺はね、う。ん 7と5は比較的俺は白く見えたんだけどね、気のせいかな。うん。カリウド出すのは普通だし、7, 7番さんも2周目普通に白くなかったみんな目線。俺はそう思ったんだけどな。うん。今日グリークなら普通に4番さんですね。うーん。納得が普通に行かなかったっていうのが俺は普通の意見です。うん、9番のプレイヤーは発言してください。 はいはい、まず例の位置確定している状態なんですが僕の考え方として人狼ゲームというのは9人でやるゲームという、えー、認識があるので別僕の釣り先、えー、に従わなくて全然大丈夫ですというところ、えー、皆さん、LINE などを見たいのでそれぞれ投票したいところに投票してくださいとだけ言っておきます。でまとめると2番3に関しては親・教・狼ど,、えー、どこでもある位置だと思っている。 6番さんに関しては1番さんに関しては番さんに白を出していることから6番さんが狼軸で置くのであれば例えば7番さん8番さんに相方がいた場合に関しては新占い師に1番さんに白を出してしまうと当たってしまうことから1番さんで囲えているもしくは3、4、5番さんに相方がいるという目線になります。 で2番3に関しては、まあ、強靭でも、えー、1, 1, 1番目を絶対作りたくないはずなので2番3に関しては強靭でも出る可能性があることから。 今日は絶対占い師から行く進行はありえません。6番さん目線2番さんに行きたいという視点は6番さんが占い師であればまっとうであるので分かりますというところかな。2番さんに関しては6番さんをオオカミで追っているのか、強人で追っているのかを言ってください。2番さんが強人塾の場合に関しては7番さん、8番さんが4番さんから行きたいと言っていることから4番さんは比較的白くなるんじゃないかなと思っています。6番さんがオオカミ塾で追く場合に関しては5番さんを釣りをして るるることとかから5番さんんも白くななじゃないい思っている8番さん目線75が白いというのであれば43がグレー18番さんは6番さんと2番さんをどちらで死んで、えー、見ているのでしょうかというところですね3番さんと4番さんの意見については特段変わりはなかったかと思っていますで7番さんに関してはどんな時間帯が <laughs> 白いんじゃないかなと思ったけど48でスリーチ上げたところが気になるそれぞれ投票したいところに投票してください以上1番のプレイヤーは 発言してくださいえーそうだな霊能の,の審議はついていないですがえー、っとそうね2番さんに関しては霊能出てきてほしいって言ったのはまあ,まあ気になりはするけどまあ2二で潜伏してんのかなっていうふうにもう潜伏する人も多いからねっていうところですよね。でえー、っとそうね6番さんに関しては7番さん強靭みたいなだっけ違ったらあとで訂正してほしいそれがちょっとよく分からなかったな強人のせいはないでしょ占いから言ってるっていうんだから。 あそこがおかしいってところと、5が矛盾してたって言ったけど、矛盾はしてないと思うよ。5番さんは明かりで出てグレー詰めするって話でしょ。で、占いは決め打ちするけど、別に今日決め打ちするとは言ってないよねってとこだよね。で、そうなやー、うんー。まあ、9番さんの話しとくか。9番さんは8、4、2、4神ないって言ってたかな。2番さん強人で見るんだったら8、4もないみたいな話してたかな。7、8と4も繋がってないみたいな話してたけど、 8は全然あると思いますよ。うん。8番は全然あると思う。で今日はめちゃくちゃ釣りたいのは8番さん。8番さんはね、7番さんは2周目白くなかった、白くなかったって言って、一番その1周目の発言をこ超消しにしようとしてたよね。自分が7に安易に白を消ししまったことをすごい弁明してた。しかも2周目の発言も含めてってところからめちゃくちゃ怪しさを感じた。自己防衛感ってやつだね。を感じた。4番さんに関してもそうだな。うん。なんかとりあえず狼じゃないのでって言ったのが気になりましたね。 で8番3に当たる4にしか触れなかったからライン切りにも見えたから4八に狼カミじゃないかなと思ってるかなところだね今日釣りたいのは8えー、っと2六については0対5じゃあもう8釣りでいいねカット C はありだったっけここよくわかんないけどまあ8釣りでいいんじゃない8釣ろう遅すぎるね 2>, 2番 のプレイヤーは8番さん、カリがね、まず気になったのは3番さんが8番さんに全く触れなかったことと、なんか6番さんがいろいろ使ったっていったけれども、1に締めたコートだよね。で、俺は9番さんのことをマックス強人で見なければいけない。カ、うん、ゃあその考察が何を間違っているのかなと思うんですが。 うん、6番さん、追ってなかったじゃないですか、1番さんの狂人を。これ、ね、は占いにオオカミ出てると言ってましたよね、6番さん。なのになぜ1番さん追ってない、なのその考察がすごくブーメランだなというふうに思いました。ただ、6番さんがどこも白浮きしていないところを見ると、これ、オオカミじゃなくて、狂人なのかななんていうふうに思ってますが。はい で、3、4、5、7で、今、まあ、自分の中で釣りちゃってあげるのであれば、4番三あるいは3番三。ただ、3番三と4番三を比べると、どうしても3番三の考察伸びてしまう、情報がいろいろ落としてるなっていうふうに思えたので、今回四4番三かなと思います。一応。投票を始めてください。<laughs> ありえんオラじゃないべオオカミじゃないって言ったのが、すげえ。 なんかわざとらしかったよ。とりあえず僕狼じゃないので、言ったの,たの。僕へのめちゃくちゃなビルより。26わかんないなー。3431。番。のプレイヤーは発言してください。さいまあ、松村です。うん。レニジンドで引き寄残ってます。正直まあ、 逆に初日でかったかな。こんだけ11にされてるからと思ったけど。うん、まあ頑張ってください。俺の結果白出るんで。うん、3571。どこにオカミいるか。多分26進路だと思うんですよね。で、どっかに巨人がいて、どっかにオカミがいるって感じだと思うんですけど、どうなんすかね。正直、なんか俺が黒く見られてるから、あんまり俺視点あんまりよくわかんなかったんですけど。うん 7番さんに関しては8万37ん,んのことしろってたけど、2週目に関しては正直わかんなかったけどね。うん。いや理由を精査はしてなかったからね、正直。そこだけ光っ,ったけど。まあいいや、あやらない結果で、まめつめてが勝てると思うんで、頑張ってください。夜が来ました。目を閉じてください。うーん、そうね。いや読んでくる 出ないのかなこれ。8カり、本当 <laughs> ちょっと信じられないんだけど。めちゃくちゃ声震えてたし。3狩りかなと思ったけど、3狩りの4発2オカミかなと思ったけど違うんですかね。26に関してはわかんないなぁ。 なを強人で見て出してんが、どうも狼臭いんだよな、強人探してる狼臭いんだよな。<music> に関しては、三の方が伸びるから、四ずりっていうのもちょっとよくわかんないな。僕に便乗しましし。姉妹として、理由が薄くなったの。 昨夜は誰も死にませんでした。縁紙6番のプレイヤーは発言してください。はい、5番さん黒、黒5番さん黒です。<ー>4番さん白、あ白あ4番さんどこがそんなに黒かったのかわかんないですね。で私5番さん占った理由はえっ、ー、と。まあね。7番さん入れたのは7番さんね。強陣であると思う。あとね、2番さんに行くけど。 私、2狼でおいて、狂人17って言ってますから。言ってますよ、狂人。七番さんの,あの、しかも発言はさ、2周目になって圧をかけただけ、占いはいかない。しかも、なん圧をかけといて、占いの精果一切してないじゃん。だから、7が狂人だと思ったから、7占わずに5番差占いました。黒出ました。52狼7狂人で見てますよ。うん。 5番さん釣り以外飲めませんね。はい。えっ、ー、と、2番、えっとね、7番さんはね、おかしいでしょう。え、2番さんは、えっ、ー、と何、何なんだっけ ?2 番さん目線、うん、なんだっけ霊能か追ってないみたいに言ってたじゃないですか。潜伏の霊能も追ってるってことなの追う必要ないでしょう。なんで追う必要があるんだろうか。うん、っていうところ。 まあ、5番さんは黒いですだって5番さんって、結局、じゃあいいよ。カリウドを出してグレー詰めがいいんであれば、いいんであればですよ。2番さんって、急に白出してるわけでしょグレーが広いのって、2番さんだからそれを言うべきなんじゃないのっていうところですよ。2番さんがカリウドを出してグレー詰めるっていうのは、あの、2攻めだよね。2の2攻め。うん。っていうところです。うん。2、5、狼、7、強人で見てます。 五番さん釣り外舐めませんね。五番さん黒出ました。こう釣り外舐めません。以七番のプレイヤーは発言してください。六番さん目線なんで俺のことを強人で見えるの？六番さん目線で一の強人もおわないの？二を黒で置いてんだったら、九がさ、九八もや確定でしょもうこれ。八番さん対抗出てない以上が。 だったら6番さん目線で普通さ、1番さんが白出てから潜伏されたのかなっていう考察にならないのかな、うん。ただまだ1番さん強陣に置いていないけどね。うん、昨日48でツリーチを上げたのは、もしカリードが出た時、どちらか、えー、2パターンのどっちか回避できるかな、二つだ強ただ5は白いと思うけどな。 やっぱり昨日、狩りを出させてグレを詰めるって行動のが裏なし目線だと思うし、うーん、ロゴを裏なうってなかなかないと思うけど、俺は普通に裏ない行くんだったら6番3行く以上です。8番、のプレイヤーはー発言してください。うーん、今日は普通に高6のランだよね。うん 6目線25狼と見てるんだよね。じゃあもう仕事終わってるって感じ ?6 番3目線。うん。もう俺ロ黒には見えねえんだけどな、普通に。うんで、6番3がいつも7番3強陣置、強授大きうん。うーん。7? 人ある6番さん1番さんを強人と見てなかったよね、白起きしてるけど。よわかんねえな。65だったら俺6、仕事終わってる6から行くかな。うんですね。仕事終わってるとかじゃないんだよな。そうだね、65だね。うん、6から行きます。9番のプレイヤーは 発言してください,ださいはいまず8番さんまず進カリードなので一応言うんですが仕事終わってるから6番さんに行くという発言自体はちょっとおかしいかなと思います、はい、これ偶数進行になっているのであとこの後例えば6番さんが新占い師の場合 6番さんに行ってしまった場合に関しては、えー、PP が起きて負ける可能性がありますよということだけは8番さんについて言っておきますねいいというところ。で昨日の時点でなぜ4番さんにあんなに票が集まったのか、僕は疑問でありません。2番さんに関しては、4番さんでも3番さんに関しては発言が伸びるから行きたくない。7番さんの発言,7番さんの発言でも4番さんと8番さんから行きたい。 3番さんを省いている、で8番さんはシンカリウッドだったので良かったですが、すべてのラインから見るのであれば、4番さんから釣り押されているので、4番さんがオオカミの場合に関しては、6番さんがオオカミの場合でしかないことによって、安定をすべての軸で置くのであれば、3番さんに投票という目線になりますというところなんですが、2号のラインもまあ見えるっちゃ見えるかなと思っています、2番さんに関しては、昨日の時点で5番さんについて全く触れていないのでというところかな。 2番さん自身6番さんを狼軸で置くのであれば5番さんを釣り押していることから5番さんが白くなるという視点で5番さんに触れていなかったのかもしれないですがというところですね。はい。で、1番さんが白だったことからどうな6番さんが狼軸で置くのであれば5番さんを釣り押していることから5番さんの逆囲いに関してはないかと思っているので6番さんが狼軸で置くのであれば3番さんしか相方はいないという視点になります。 例えば6七人狼だった場合に関しては1番さんに白を出すというのがかなりリスキーな行為新占い師で当たってしまうからという視点ですね今日は6番さんと5番さんとの欄です皆さん釣りたいところに投票してください以上1番のプレイヤーは発言してください、えー、聞き間違いだったら申し訳ないですけど2番さん私のことどう思ってたかもう一回言ってほしいかな私のことを白って思ってくれてるんじゃなかったかな占い理由を一応教えてほしいかな で2番さんに関して6、9番さん言ってくれたけど、3、4は釣り位置って理由もなしに言って、で、3の方が意見伸びるから4釣りっていうのはちょっとね、不自然な感じがしたよね。5番さんに触れてない、それから3、三の方が意見伸びるからっていうのはちょっとよくわからなかったよねで。6番さんに関しては相変わらず巨人探しをしてる。巨人探しをするのは狼かなっていう感じはするんだよね。 今日は5か6でいくが5番さんに関しては特段黒い要素は見つからなかった6番さんに関しては5番さんの黒要素は言えてなかったと思う全く言えてなかったと思う7番さんの強靭要素も言えてなかったと思う納得はできないでえー、っとって感じだなうんそうだなってところだねだから56あうすごいなわかんないねわかんない素直にわかんない一応、うん、繰り返しになっちゃうけど8番さんに言うと えっと6番さん仕事終わってるから釣りってのはなしねえー、あの4が白だったからねそうだねどうすっかな、うん、2番さんの発言次第なんだよね2番さんのあと発言したかったながあ6の方が釣りたいかななんか狼臭いんだよなすごくで4番さん強人とかもあるのかなとも思ってるんだよね 6狼の4強とかね、全然あるかなと思ったんだけど、なんか人外種したんだよな。あるいは3、4。私は昨日の時点では4、8、2狼の3狩りかなと思ったんだけど、違うんだね。さんさん狩りじゃない方狩りじゃないってしっかり明言してほしい、まあ違うと思うけど、最高出なかったから。うーん、今のところ6かな。ご苦労が納得できなかったかなっていうところで。2> 2 6番にてでしてみをくだない,、はい。まず6番3目線俺が狼ならここで隠しろ作るメリットはないよね。俺が狼だったら4番さん村側だって分かってるのにそこでわざわざ1番さんに隠しろ作るメリットはないよね。もはやデメリットしかないよね。い,いうところをまず見ていただきたいのとまあ狼が観点ねえのか知らないけどカリオさんグッジョブです。誰も言っ,てんない言ってあげないのこれ、ね。8番さんかわいそうじゃん。グッジョブ言わんと。 6番から言っの人は100%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 ないのでただこの人番さんとの番さんと0番さん1番さんがは1 0の、まあ、人は100%の人は1は知らないわあ、まあ、まあこ0の人は1 0の人二100%の人は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 1 0 <laughs> たか人、うん、は100%の人は100%の人は1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 %の人は 二石星5つれる、6つれると思って、ちょっと満身した二石星の正直俺は7、1は村で置いてたんだよね。うん、村で置いてた、うん。で、だから、えっ、ー、と、2、6の真議はまだついてねえんだけど、うん、5番は、俺4、5怪しいと思ってるからね。小、うん、日から言ってるけど。うん、で、5番、えー、7番が、えー、と1番の狂人を追ったわけでしょ、うん、でも1番の狂人だったら出るでしょ普通に。普通にね。 俺でも1は村で置いてったらねだから2周目で7番ちょっとくせえなと思った<え>、うん、でも俺は今日5番いこうかなと思って6と2は正直まだついてねえからね、うん、だから5番強人もあるかもしんねえし、うん、7強人あるかもしんねえしオあるかもしんねえしわかんねえけどえいい、うん、今日6つるのは、えー、っと PP あるかもしんねえから俺は一応2を芯を切ってるわけじゃねえからね、うん、2番に行っておくけど。 一応ね、ケアで、うん、<お>5番行って、まだね、6と2ですし、センサーできるんじゃん,、うん。だから俺、9がどうしてそういうね、えー、発言をしてるのかわかんない。1も一応ケアはしてるから、1はもう村で見るけど、うん、<あ>俺はケアしたいから、かうん、6、2次審議まだつけれるからね。うん、今日は、えー、安全策行って5番を釣る。うんね、そんな感じかな。8も一応行ってたんだな。2、5、オオカミもあるかもしれないって。うんで まだ1日ね、あるんだから、うん、グッジョブ起きてるわけだし、うん、だから今日う5番釣りでいいと思うんだけど、うん、なんで、っんえっと、6から行くっていう団体に、大胆な行動に出れるのかなって、ちょっと不思議なんだけど、きょうん、今日は5釣りでしょでかおかしいよ、うん、普通に、うん。今日は5だよ、5、5、うん。って思うけどね、うん、だって1はもうほぼほぼ村でしょ、強人だったら出るよ、普通に。うん ね、えー、縄切さんできてないだけなのかな,なああ今日ゴー釣りだよ。ああどういうすげえ36がしてきた5番でしょ今日。5番のプレイヤーは発言してください。さいはい、えー。今日僕と6番さんのランですね。えー、僕目線、えー、2番さんが新占い、えー、6番が偽。で、6番を、えー、ロー,、えー、36ローで音。 6番さんが主張している7番さん強人というのはやっぱり無理があると。7番さんは、えー、と初日から占いを釣りをしていた。強人ならかなり、えー、と利的行為をしていると思っている。7番さん強人で追う6番さんはかなり無理があると思う。うん で、えっと、1番さんが、えっと、六番、えー、3、6、ローの時の1番さんを強陣一なんだけど、えー、僕を白いと言って、6番さんを釣りをしていることから、4番さんが強陣だったんじゃないかなと思っている。あ、うん、すげえ納得、うん。3、6、ロー、4、強陣を一番追っています。すげえ納得で。えっと、6が強の時は、えっと、3、7がローになるんだけど、 6七があれだけ叩き合ってることから、それは追いづらい。やっぱり6番はローで見ている。3六ロー、4強靭。 1>, 1番さんは村かなと思います。もう7番さんは初日からずっと白いと思っている。で3番さんはさっき、えー、となんか2週目から7番も怪しく見えてきたみたいなことを言って、7番を SG、七、えー、番と戦う準備を始めてるにたそ,れそうそうそう、僕めっちゃ痛かったそれ。いやもう、それは今日6番さんに行きます。三六度今日で僕は見ています。投票を始めてください。 すげえ納得これ五種類でいいんじゃないかなすげえ納得しためちゃくちゃわかる六番のプレイヤーが選ばれましたただ2が死んだとも思えないんだよな六番のプレイヤーは あの私釣りになるのが全く理解できなくて、私、途中でバグで落ちたけど、2番の途中からの発言聞いたけど、あれで2番、真理見れるんですね。拍手を作るメリットあるんですか敵を作らないでしょ、まず。で、グッチョブで拍手で、2番で狼オカミ敵を探してたのか、あれ。あれれでこれ私釣られるんだって いやそれも分かるね 7, 7番さん、に番さん強人で見る理由、しっかり言ってます。1の強人もあるかもしれないか、7番は占い精査、と占い釣りからいく、占い決め打ち行くって言ったよね、7、1周目。で、2周目になって占い決め打ちしない、圧をかけただけ。じゃあ圧をかけたことによって、どっちが黒く見えました ?7 番さん目線。2番のあの7番の拒否反応、すごかったでしょう。 それなのにも関わらず7番は占いないわけよ。矛盾してるじゃんっていうこと。だから7の狂人目あるなって。ご主人を殺したくないんだ。精査したくないんだって。だから7狂人で見たんだよ。8番は狩りをしっかりしろよ。26の精査何にもなくて ?7 はな、わかんねえな。6つ、り、56だったら6。精査0じゃん。え、わかんないわ。2番は、2番の、そのね、今日の発言 後半しか聞いてないけど、私釣りの意味がわかんない。まあ、9番さんも私なんだ。うそう、2番で5触れてないんだよね。これ4番が狂人しか勝ち筋ないね。私7強硬いから、もう負けなんじゃないかなぁ。いや、私釣りになるのは全然納得いかないや。4番狂人にかけて、25狼。 にかけるしかないね。2号の黒要素ってもう、ももう言ったが言ったが。夜が来ました。目を閉じてください。ね、まあその視聴もわかるんだけど、それ以上に号がすぐ白かったかな納得しちゃったなって、ええ、感じですね。もう号の発言だけしか聞いてない。 強人しよとかはしなくていいよね。さすがに今負けだったら負けでいいや、PP な

うん、すごく、うん。まあ、えっと、結局、まあ、さっきの遺言で7番さんの強人っていうのはまあまあまあ納得したけど、それをさっき言ってほしかったかな。説明しきれてなかったところと、まあ、2番さんめっちゃ偽臭かった。<laughs> めちゃくちゃ偽臭かったけど、まあ、それ以上に、ね、5番さん単体で精査した。5番さん単体で精査して、めちゃくちゃ36の24かみの4狂人なんでめちゃくちゃ納得した。が、私言ってたっけ、そうやって。その便乗かもしんないけど、まあ、それで白く思ったかな。 すごい視点合っっててるなって感じがしたうんあーでもそうだ3番さんかそうか3番さんが7番さんを SG にしようとしてたっていう視点があったかそれ言ってない言えるはずないね私のターンでなんか便乗ではないないか o オッケところだなーうーん3533じゃ三35じゃねえ336か362狼の4教授にすごく納得だったなまあ PP だったら負けでいいやって感じですね 今日は3入れよっかな。2番さんね、グッチョブ起きて拍手じゃないんだよ。もうどっからどう見ても6画、9画みですよ。だから8番さんも言わなかった。拍手してる場合じゃないんだよ。死んだったら相当やばい。<laughs> 死んだったらやばいっていうのを自覚してほしい。拍手して、おめ、おめでとうとか言ってる場合じゃないんですよ。うん。このゲームでグッチョブ起きたら大体レン画見だから。で、今日9番さん噛まれたでしょ。もう普通、普通だから。2番さんめっちゃなんか、偽さかったけどね。まあ、 まあ、陣害を捨てることを願ってって感じか,かな。まあ、5はすごく白く思った。では、3ずりでいいかな。うん、と思いますね。まあ、2番さん、芯決めるわけじゃないけど、まあ、3、6、2、狼四強4、が硬いかな。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さい PP ではありません。PP ではありません。昨日言いましたよね。100%ありませんと。1番さんから言われました。俺が死んだらやべえと。もう死んです。すいません。 <laughs> こういうしかないんだよね、だって、しんどもん。き <laughs>、うん、のう3番さんの考察で、26の精査がなかった、それで PP の考察もしてまで、安定の5といった、安定とはん ?26 の精査が全くないのに、そこで安定の5、安定とははって思いましたけど、俺の中では。1番さん、全くやれない、もう3番さんいっちゃってくださいよ、もう、ええー、もう、PP はありませんから、えー、なんて言おうとありませんから、はい、今回は3番さん。 はい、ありがとうございますあとはまあ俺を殺されるでしょう、うん。あとは皆さんでこうナノセンサーをしていただいて、はい、勝ってください。それとしか言いようがありません。レッツゴー番 !7 番と1番に言いたいんだけど、うんねえー、と7番は1をさ強靭で見てたって言ってたんでしょ、うん。じゃあ今日5投票できるでしょ。 投票できるでしょ ?PP なってねえんだよ。4、うん、で強人が落ちてたって可能性、7だったら、7の目線だったら見れないでしょ、うん、今日5を釣り。うん、7番、うん。ね。で、8番も25で追ってたわけでしょ、うん、今日5を釣れば、うん、ね、えっ、ー、と、PP 起きてねえわけだから、うん。で、1番もなんで、えっ、ー、と、まだ、なんつーの、えっ、ー、と、23で精査できる場面で、うん、ね、 なんで3釣りって言ってんの強靭なの ?17 とか、うん。おかしいでしょどういう目線してんのなんで6釣れるの昨日の時点で、うん。おかしいでしょ読んで本当に強靭が落ちてるって読んでんの ?7 番特に1番強靭で見てたんでしょ ?1 番もおかしいでしょ今言ってること。うん、今日5釣りだよ、うん。で、2のあの発言で6と2で比べて本当に2が新目に見えたね、うん、?8 番はね、ちゃんと25で追ってたけど、うん、あまりにも えっと、7番とかの発言で、えっ、ー、と、多分六6人出ちゃったんだろうねああ。でも7番はさ、1強人を追ってたんでしょなんだ、この人は。ね、じゃあ今日5投票できるでしょ縄投票、縄計算できてる、えー、?8 番もケアで今日、だけなのか5番投票すれば、絶対1人が落ちるんだから。で、2と3で制覇すればいいでしょああね。1番も強人じゃなかったら、以降に投票できるでしょああね。どういう指定してんの本当に。 俺にはね、ゴリックだよ。6番も怒る理由がわかるよあ。ね、6の釣られる理由がねえじゃん。どういう目してんの ?7 番、8番。まあ、8番は2号追ってたからね。7番も1、今日追ってるから、今日 5, 5番のプレイヤーは発言してください。さいはい、えー、僕目線3番さんで、えっと、終わるとは思っているが、万が一6番が今日だったら3、7になる。 うん、3番さんで終わらなかったらね。まあ7番さんないと思うけどね。えっと、で、6番の偽、えっと、2番のシーン見れてない人に出たら6番の偽要素を上げておきますね。えっと、昨日言い忘れてたんですけど、6番さん、初日の投票ね、7番さんに入れてるんですよ。えっと、6番さんが7番を強靭で見ている。ずっと強靭で見ているって言ってたら覚えてますよね。強靭で見ているのに、シーン占いの6番さんが7番さんに投票するでしょうか、初日。 6番さんのシーンを切っていただければ、えっと、今日3番さん投票でお願いします。まあ、3番さんで終わると思っています。はい、よろしくお願いします。7番のプレイヤーは発言してください。さいうん、そうなんだよな。1番さんがしていた通り、2番さんシーン裏には昨日の段階では見えなかったけど、うん、その段階では、あれこれ6シーンじゃねえと思ったよ。 ただ、3番さんの発言もあった瞬間に、安定なら5って言ったんだよね <laughs>。なんで3番さん目線6のに背負わないのって思った。ね、5で釣っちゃった場合って、明日もし9噛まれるじゃんそうした場合って、これ PP が起きるんだよね。3番さんにそれなかったのかなって言いたい。ただ、5番さんから1番さんは PP 宣言ないってことは、5 2ロ6はないんじゃないの ?4 でやっぱ強靭落ちてんじゃないかなと思うけど、普通に。 あと6番さんオオカミであれば5に来るんですより俺に打った方が絶対俺つれらつられたと思うんだけど絶対5って白かったよ <laughs> カリード出されたとこめっちゃ白いんだと思うんだけどな,なららうんで終わらないかな いや、今、ね、誰しに見れてないけど。8番のプレイヤーは発言してください。さい6になんか、狩りをしっかりしてるとか言ったけど、正直、6何言ってんかわからなかった。もう死んだやつだからどうでもいいんだけど、<laughs> うん俺はね、91にね、指摘されてね、うん、6に行かない、俺5行こうかなと思ってたんよ。だけど、5を普通に白いなと思った。なんでかっていうと、3664今日納得できた。うん うーん。だけど、この日になって、1番さんが3番3に行く理由が分かんねえなと思った。うーん。2、5、6、7、今日、ワンチャンあるんじゃないの ?1 番3目線。分かんないけど。うーん。だから、5じゃないの普通。そこで3に行っちゃう意味が分かんねえな。だから俺、それ1、強人面あるかなと思っちゃったんだけど。うーん。なんで 1, 1が3に行くのか分かんなでよくい。5じゃないの ?5、6のランだったら。うーん。 だけど、やで投票結果見るとね、36がね、しか5位出てなかったからね、うん、そこでのラインかなって5番さん連れると思ったのかな、3番さんって思っちゃったけど。うーん。って感じかな。うーん、俺5行きたいんだけどな、怖いから25で。うん、PP 怒んないうん ?25619 だったら怖くね終わりじゃね

ゲーしっかりやってたね。 ありがとうございました。じーじー。いやー、これは良かったですね。5番さんかなり白かったね。5番さんいなかったら <laughs>、ちょっと分かんなかったね。2番さんが偽臭すぎたなぁ。うん、っていうのもあったから。感じだよね。 ただね、ねまあ、6番3目線ね、4の強陣追ってたらちょっと分かんなかったね。7強って言ってたから、4、七強も追って、え、4強もあるかとまで言ってたらちょっと分かんなかったけど、7強ロックがちょっとよく分かんなかったね。うん。お疲れ様でした。GG。 <laughs> おっちゃんぶち切れてる仲悪くなりそうスーパーショットありがとうございます後でお礼言いますね